選手カードをスキャンしてね。キャプテンカードを使うなら1枚目にスキャンするんだ。選手カードをスキャンしてフィールドに置くんだ。スキャンした選手カードをフィールドに置く。選手カードをスキャンしてフィールドに置くんだ。選手カードがスキャン。選手カードをスキャンしてフィールドに置くんだ。選手カードをスキャンしてフィールドに置く。選手カードをスキャンしてフィールドに置くんだ。このチームでいいかな。チームがチャンスをつかむのか。運命のコイントスだ。今キックオフの笛が鳴り響いた。君たちのチャンスボ。攻撃に参加するカードを攻撃参加ゾーンに移動させよう。赤いカードは赤い。作戦決定。作戦勝ちか。右サイドはフリーだ。相手のアビリティ発動。相手のアビリティ発動。広げられるのでしょうか。序盤のチャンスをものにした君のチーム、敵陣に切り込んでいく。チャンスだ。さあどのようにかわすのか。どちらが勝つのか。君のアビリティ発動。ピンチを乗り越えた。ディフェンダーが行く手を阻む。さあ激突だ。君のアビリティ発動。ここで氷の矢だ。いい判断だね。パスがつながる。そこだ。フリーから楽々とパスを回していく。決めきる。シュートするカードを相手ゴールエリアに入れて赤ボタンを押すんだ。これは速攻。君のチームがさらに仕掛けていく。いい判断だね。シュートを狙うか。決めきる。相手チーム、防御に参加するカードを防御参加ゾーンに移動させよう。
黄色いカードは黄色作戦決定。相手の動きを読み切っていた。相手のアビリティ発動、君のアビリティ発動。展開になりそうです。終盤攻め上がるのは相手チーム。怒涛の攻撃だ。ディフェンスの隙をついていい位置まで上がったぞ。真っ向勝負だ。相手のアビリティ発動、君のアビリティ発動。ここで止める。ディフェンスの隙をついていい位置まで上がったぞ。どちらが勝つのか。素晴らしいディフェンスでドリブルを止めた。相手の攻撃は続く。抜かせないよ。ディフェンスの隙をついていい位置まで上がったぞ。ディフェンスチャンスだ。アビリティ発動。ゴールエリアに入れて赤ボタンを押すんだ。君のチームのカウンター速攻で攻め上がる。いい判断だね。シュート体勢に入る。キングスラッシュ。空心ライジング。すごいシュートだ。ゴール。これは強烈なシュートだ。僕らを倒す。片望みが過ぎたみたいだね。おっと、試合終了のホイッスルが鳴り響く。力の差を見せつけて圧勝だ。僕らを倒す。片望みが過ぎたみたいだね。今回の結果だ。また遊んでね。待ってるよ。